メアリー・セレスト、メアリー・セレストは1872年にポルトガル沖で無人のまま漂流していたのを発見された船である。メアリー・セレストは全長103フィート約31メートル282トンのブリガンティン日本マストの小船である。もともとは1861年ノバスコシアのスペンサー島でアマゾンの船名で作りされた。 その時から曰くつきだったようであり、現像中に帯正しい数の事故が発生したとも伝えられるが、真相は明らかではない。アマゾンは数回にわたって所有者が変わり、1869年にメアリー・セレストと解消された。1872年11月7日、船長ベンジャミン・ブリックズの指揮したメアリー・セレストは、 ニューヨークのメッシナー・カーマンコインから出荷された工業用アルコール、おそらくメタノールを、赤、ニューヨークからイタリア王国のジェノバへ向けて出港した。船には、船員7人のほか、ブリックズとその妻サライー・ブリックズ、娘、ソフィア、マチルダの、計10人が乗っていた。1872年12月4日、19世紀は、標準時の制定前であるため、 12月5日であったとも言われるメアリーセレストはカナダ戦績のラテン語神の音調にアゾレス諸島の近くで発見された。デーグラツヤはメアリーセレストの7日後にニューヨーク港を出港した船でその船長モアハウスはブリックズと親しい友人であり出港前に会食している。このことは船長二人の凶暴による詐欺疑惑を招いた。しかし ブリックス船長の高潔な人柄とともに、ブリックス船長の選手権を普通に売却した方が、利益が大きいということも判明して、詐欺説は深く検討されなかった。デー・グラツヤの乗組員は2時間ほど、メアリー・セレストを観察し、遭難信号を掲げていないが、おそらく漂流中なのだろうと判断した。実際に乗り込んで確かめるべく、一等航海士、オリバー・デボーは、 小さなボート数席を引き、メアリーセレストに向かった。デボーは船全体がびっしょ濡れだと報告した。ポンプは一機を除いて操作不能であり、デッキは水浸しで船倉は3フィート半、約1.1メートルにわたって浸水していたという。船は他の点では良好な状態であるように思われたが、誰も乗っていなかった。全ハッチも食料貯蔵室も共に開いており、 かかり時計は機能しておらず、方位地震、羅針盤は破壊されていた。六分儀とクロノメーターは失われており、船が故意に遺棄されたことを示唆していた。この船唯一の救命ボートは無理やり引き離された、というよりも故意に下ろされていたようだった。三つの手すりに謎めいた血痕があり、一つの手すりには説明のできない引っかき傷があった。また、血まみれの刀剣に見えたが、 実際は赤錆だったが、船長の信頼のもとに隠されていた。1700樽のアルコールは後に、ジェノバで降ろされた時9樽が空であったと分かったが、それ以外は無事で、6ヶ月分の食料と水も残されていた。船内の書類は、船長の公開日誌以外は全く見つからなかった。最後の日誌の記入は11月24日の。 アゾレス諸島の西方100マイルの海上にいたと書かれており、11月25日には、アゾレスのサンタマリア島に到着できる位置である。デー・グラツヤア号の乗組員は、メアリー・セレストをジブラルタルまで航行し、判事は心理の中で彼らの勇気と技術を称賛した。しかし、海事裁判所事務官のフレデリック・ソリー・フラットは、デー・グラツヤア号の乗組員に対して、不正行為を疑い、 海難救助の申請を事実上の裁判として扱った。結局、裁判所は乗組員に船体と積み荷の価格の15%に相当する賞金を与えはしたが、相場の期待よりはかなり低かった。これは疑いがあるものの証明できない不正行為に対する罰として総裁されたためであった。1873年初めに、 スペイン沿岸に2隻の救命ボートが漂着したと報じられた。1隻には1人の遺体とアメリカ合衆国国旗がもう1隻には5人の遺体があった。これがメアリー・セレストの乗組員の残留物であるか否かについては全く調査されなかったと言われているが未確認情報である。修復された船は12年間様々な所有者により利用され最後の船長は 保険金を得るため、ブーツと猫の餌を積んだ上で船を沈めようとした。この企みは、船が、ハイチのロシュロワリーフ、ロセロスリーフで座礁し、沈まなかったのでうまくいかなかった。船の残骸は、2001年8月9日に、作家クライブカスラー、ナショナルアンダーウォーターマリーンエージェンシーナショナル、アンダーウォーターマリーンエージェンシー代表とカナダの、 ガッププロデューサーのジョン・デイビス、カナダ・エコ、ノバ・プロダクションズ社長が率いる調査隊によって発見された。公開日誌に記載されている乗組員と乗客は次の通りである。メアリー・セリストの乗組員と同乗していたブリックズラ家族の消息は全く分かっておらず、彼らの運命をめぐって多くの推測が出されている。最大の謎は 高校が十分に可能な状態であるにもかかわらず、なぜ船が放棄されたのかという点である。最も有力で信憑性のある説は、アルコールの樽を原因とするものである。ブリックズはこれほど危険な船にを運送したことがなく、不安を抱えていた。9つの樽から漏れがあれば、戦争内でもやが出るほどになる。歴史家、コンラッド・バイヤー、コンラード・バイヤーの説によれば、 ブリックズが船倉を開くよう命じると、アルコールの匂いともやが激しく噴き出したため彼は、船が爆発すると考えたとしている。ブリックズ船長は、全員に救命ボートに移るよう指示した。急ぐあまり、ブリックズは丈夫な引き縄で船と救命ボートを適切に結びつけることができなかった。風が強くなると、船は救命ボートから離れてしまった。救命ボートに乗った者は溺れたか、 または海上を漂流した結果、上、乾き、及び、直射日光のために死んだかのいずれかだとされる。2005年、ドイツの歴史家エイゲルビーゼ、エイゲルビザがこの説を改定した。彼の提案で、ロンドン大学ユニバーシティカレッジの科学者らは、アルコールという揮発性の船にからの蒸気が発火したと、する説をテストするために、船の船蔵の縮小模型を製作した。燃料として、 ブタンを、損として、紙製の立方体をそれぞれ使用して、戦争は封印され、蒸気が発火した。爆発力は、戦争の扉を吹き開き、棺ほどの大きさの縮小模型を震わせた。しかしながら、エタノールもメタノールも燃焼温度は、比較的低い。発火には擦れ合う二つの金属によって、発生するような、極微な火花が必要である。 紙製の立方体は損傷せず、焼け焦げた跡すら残っていなかった。この説ならば、無傷で見つかった残りの船着と、戦争扉の一つによるものかもしれないとして、手すりの割れ目の説明がつくはずである。この戦争内のアルコール蒸気が燃焼すれば、粒の念を抱かせただろうし、乗員がボートを下ろすほどであったかもしれないが、炎は焼け跡を残すほど熱くはなかったはずである。一説によれば、 ボート後方に垂れ下がる、橋のほつれたロープは、乗員が緊急事態が過ぎ去るだろうと希望して、船にしがみついていた証拠であるという。船は、双方状態で遺棄され、暴風雨が直後に記録されている。双方状態の船の力によって、救命ボートとの間のロープが切れたのかもしれない。暴風雨の中の小さなボートであれば、メアリーセレストのようには進まないだろうと推測される。 また、上院間の暴動で、ブリックズが殺害され、家族は救命ボートで逃げたという説もなされてきた。しかし、ニューイングランドのピューリタンであるブリックズは、大変宗教的で、公明盛大な人間として知られていた。彼は、上院に暴動を起こさせるような船長ではなかった。一等航海士、アルバート・リチャードソンは、アメリカ南北戦争に従軍した後船乗りになったが、 彼を含めた他の船員もまた評判が素晴らしく良かった。別の説によれば船は海上で発生するロート雲を持つ竜巻のような暴風雨水上竜巻に遭遇したとする。そういう場合、ボートの周囲の海水は髪型に吸い上げられるのでメアリーセレストが沈みつつあるという印象を与えたとする。しかしながら 水上竜巻には海水を吸い上げるような強いものはない。仮にあったとしても、そのような強大な竜巻であれば、船自体が破壊されてしまうので、これは全く合理的根拠を欠いた説である。さらに進んだ説では、地震が乗員にパニックを起こさせ、船を行きさせたとするが、当時地震が起きたという記録もない。海賊の襲撃があったとする考えもあるが、海賊なら、 頑丈な船とその船にを残しておくことは考えにくく、また、船員らを誘拐して、身の代金を取ろうとした事実も知られていない。その他、必ずしも、客観的事実に基づかない、都市伝説に近しい推測も広く知られている。例えば、未確認飛行物体による、誘拐、ラッチや、科学では説明のつかない、バミューダトライアングルなどの頂上現象に、 その原因を起きする説、大凧が現れて、人間を残らず、海中に引きずり込んだとする説、等々であるが、この事件そのものは、パニックに陥った乗員が船したという単純なものであり、最も不思議なのは、乗り手のいなくなった船が、親しい友人の船長の前に現れた偶然で、あるとも評される。メアリー・セレストが見つかって40年余り後のこと、 アベル・ホスダイクという人物の手による文書が発表された。ホスダイクは十分な教育を受けた人物で、メアリー・セレストの密乗者であった。この文書は、ホスダイクの死後、友人であるハワード・リンフォードによって発見され、1913年、ストランド・マガジンに掲載された。ホスダイクは何らかの理由で早くアメリカを去らねばならず、友人であった船長のブリックズに頼んで、 同情していた。ブリックズは自身の幼い娘と妻のため、大工に頼んで海を見渡せる高い特別なデッキを作らせていたという。それがメアリー・セレストが発見された時に見つかった、甲板上の奇妙な切り込みの部分であろうと文書には書かれている。フォス大工文書ではこれに続いて、巡り合わせと事故と不運が重なった奇妙なストーリーを展開している。 日記形式の文書によれば、ブリックズは部下に対して人間は服を着たまま泳げるのかという疑問を投げかけたという。ブリックズは甲板から外へ飛び出し、照明のためにそのあたりをふざけて泳ぎ回った。これが乗組員に受けて7人の乗組員のうち数人が続いて海に飛び込んだ。その間、ブリックズの妻と子供、ホスダイク2人の船員は、 特別デッキに上がって、眺めを楽しんでいた。その時突然、泳いでいた一人の船員が苦しそうに叫んだ。ホスダイクラが見ると、彼はサメに襲われており、すぐに海に沈んでいったという。残りの乗組員も、特別デッキに上がって何が起こっているのかよく見ようと、したが、ちょうどその時、特別デッキが壊れて、海に投げ出されてしまい。 こうして、メアリー・セレストには誰もいなくなったというのである。その後、偶然デッキの破片の上に落下したホスダイク以外、全員がサメに襲われ大混乱となった。メアリー・セレストは彼らから離れていき、サメの襲撃が終わる頃には、ホスダイクが唯一の生存だった。そして彼は船に戻ることができなかった。彼は、数日間、乾きと日差しに消耗しつつも漂流し、 ようやくアフリカの海岸に漂着した。事件があまりに奇妙であったため彼は全く誰にも真相を明かさなかった。リンフォードの公開によって明るみに出たのは彼が亡くなった後であった。説明自体は筋が通っているが、ホスダイクの主張を検証する方法はない。ホスダイク本人が書いた文章だとしても、船の記録に 彼の存在が記されていない理由を説明するのに、秘密の乗客型と主張するのは、都合が良すぎる。また、乗組員全員が船から落下するなどということは、考えにくく、野心板が破壊されていたことと6分儀と、クロノメーターが失われていたこととの因果関係の、命はなされていない。そして、ホスダイクは、メアリーセレストは600トンの船であると書いているが、実際には、 その3分の1程度の大きさである。実際は乗組員はほとんどオランダ人だったが文書にはイギリス人と書かれていた。たった7人の乗組員と毎日付き合っていればそのような見落としをしたりはしないだろう。ホスダイクは富や名声を得る権利を主張しておらず、それどころか生前事件について誰にも全く明かさなかった。メアリー・セレストに実際に 何が降りかかったのかに関しては不明のまである。この事件は、後世、様々な客色や事実と異なる創作が盛り込まれ、半ば都市伝説と化している。中でも有名な続伝は、発見時、船内には直前まで人が生活していたような形跡があったとするものである。具体的には、食卓に手付けかず、または、食べかけの食事やまだ温かいコーヒー、まは、 紅茶が残されていた、火にかけたままの鍋があった、洗面所に髭を剃った跡があった、などというものだが、これらはすべて事実ではなく、後世の客色である。実際には、デーグラツヤ号の船員の報告には、船にとして水や食料が残っていたという証言こそあるが、卓上の食事などは報告されていないし、後の調査でも船室には、食べ物などなかったとの報証言が確認されている。 これらは手元の作業を放置するほどの急迫した事態を思わせる客色に過ぎなかったが、その後の捜索やオカルトの影響により、救命ボートが船に残っていた、航海日誌に発見当日の記載があったといった事実の歪曲が加わった結果、まるで人だけが忽然と消滅してしまったかのような、頂上現象を思わせるような階段へと変化している。これらの階段は、 一つしかない救命ボートが複数あるかのように表現していたり、発見が午後であるにもかかわらず暖かいままの食事を朝食としているなど、初歩的な事実誤人が目立つ。また、公開日誌の最後に、我が妻マリー、またはファニーガとの走り書きがあったとする創作もあるが、ブリックズの妻の名前はサラである。メアリー・セレストの謎は、乗員すべてが船から消え失せていた点に尽きるが、 船長以下すべての船員が自船を放棄して脱出するケースは極めて稀ではあるものの市場にいくつか実例がある。なお、この節は天然車、気象と解九1963年、ブ文社文庫、SOS タイタニック号1985年、新人物往来者、歴史とホ本ワールド世界史謎の重大事件1992年を参考文献としている。 メデューズ号のイカダは、フランスの画家テオドール・ジェリコーが描いた名画として知られるが、これは事実に基づいた作品である。1816年、フランス政府はイギリスから返還されたアフリカ西部のセネガルにメデューズを機関とする小艦隊を派遣したが、指揮官の無能などによって艦隊は離散し、メデューズは軍人、民間人をおよそ400人を乗せたままアフリカの 西海岸に座礁した。損害は警備であったが、指揮系統は破綻しており、艦の放棄が決定されて何層かの救命ボートが降ろされ、それに乗り切れなかった将兵や民間人150人ほどが急増されたイカダに乗った。だが、救命ボートはイカダを見捨てて逃亡し、イカダに残された人々は殺し合いや衰弱で次々に死亡。逃げたボートの報告により救助船がイカダを、 発見したのは漂流12日後で、助かったのは15人だけであった。メルーズ派遣は国家事業であり、乗員も多く生存者もあった上、救助活動が積極的になされ、事件は明るみに出たが、もしも少人数が乗船するだけの民間船が同じような事故を起こしたならば、乗組員は全滅して行方も知られず、船だけが無人のまま発見される可能性もあった。 下記の例ではいずれも無線によって、事前の状況や救援依頼を他船や関係機関等に蓄次連絡したので大事には至らず、船が無人のまま漂流したことも公になったが、もし無線がない船が同様の操船不能に陥り救援を得られないまま、乗員が救命ボートで脱出して、行方不明になるような事態に至れば、メアリーセレストと似た結果となる可能性もある。ちなみに、 グリエルモ・マルコーニが無線通信を発明したのはメアリー・セレスト事件の二十二年後である。1 9五十年十二月三十日、四隻の二千トン級の貨物船が北海道での石炭積み込みのため津軽海峡東方を北上していた。一隻は、洗三十五年の老朽船、残る三隻も、戦時標準船と言われる低性能の船で、いずれも空船、 またはそれに近い状況であった。それまでは順調な航海であったが、当日夜から日本付近では冬型気圧配置が強まって平均20メートル前後の強風が吹き始めたため、4隻の船は操船の自由を失って東方洋上に漂流し始めた。このように空船で極端に実水が浅く、しかも低速の船が強風にさらされた場合、 どのように操船しても、船首を風上に向けることはできず、吹き流される。年が明けて1951年1月、4隻のうち2隻は、上旬から中旬にかけて、自力でかろうじて港に入ったが、後の2隻は操船かなわず、船長と船員らの意思疎通がうまくいかなかったなどの、理由もあって、船体の捨てるを決め、1月5日から10日にかけて、救援に来た船に、 船長以下乗組員全員が無事に乗り移った。無人船となった2隻のうち、1隻は5日後に巡視船によって発見されたが、残る1隻は実に1ヶ月半近く経ってから、日付変更船付近の中部太平洋上を漂流しているのが、アメリカ船により発見された。2003年9月19日、台風14号による被害の修繕のためトマン市のドックに向けて運航中の フェリー・ハヤテが台風15号の高波を受け、渡会式島の南西約4 1 5トルの海上で浸水、最終的に船員が全員救助されるものの船体は放棄された。その後船は2週間にわたり約4 0 0トルを漂流後、10月3日になって石垣島の南方約1 3 0トルの海上で海上保安庁によって発見されている。 生き線は必ずしも不明ではなかった。例えばゴーがソリー・フラットやアーサー・コナン・ドイルによる戦場的な表現はマリー・セレスト神話を創造した。この他映画、小説など多くのフィクション上のモチーフとして登場する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。